これ何 cc なんですか？エンジンは、トルクは第4回マッハミーティング関東 in 草木ドライブイン。白いのが僕のです。ああ、そうですか。おはようございます。あれ？レジ反応。またバラバラにするから。主催者来てますよ、主催者。トラさん、トラさんでしたっけ？トラさん、どこ行っちゃいましたね。あれの？一足二足。三足ぐらい。主催者います。え？主催者。プラナチャンネル見てます。あ、おはようございます。今一回向こう行ったから。あ、そうです。多分釣り時間の。おはようございます。行けなかったっすね。多分向こう行った感じ。ああ。これ250ですか？そうそう、これ250同じですか？じゃあちょっと型が違うんですよ。あ、型が違うんですか？古いです。あ、古いんですか？そうです。何年ぐらいなんですか？こっちは何年だろうな。こっちは何年なんですか？これはフレームは新しいんですよ。あ、新しいんですか？そうです。エンジンはちょっと違うんですけど。あ、そうなんですか？へえ。これは通称マッハ。これが俗に言うマッハですよ。こっちがマッハ、はい、こっちはまた違うんですか？あ、これケイチなんだ。あ、そういうこと。エンジンは SS なんですけど。 SS っていうのは何なんですか？もっとケイチより前だ。あ、そうなんですか？へえ。見た目は分かんないですよ。あ、そうなんですか？へえ。こっちは SS とは違うんですか？またこっちは25SS ですね。あ、こっちも S。 じゃあエンジンは同じなんですか？エンジンは排気量が違うんです。あー、こっちは250。え、もともとは25。あー、そういうことですか。あ、そういうこと。じゃあ両方もともと25。これは3号ですね。あ、3号なんですか？3号のボアットしか。あ、そうなんですか。へえ。なるほどな。へえ。あ、じゃあタンクも違うんだ。形も違うんですよ。違うんですね。そうです。ケイチだから。そうです。あ、そういうこと。へえ。あ、じゃあそうですね、だいぶ違いますね。よく見ると、これもっと違いがあるんですよ、実は。へえ、はい、これフレーム違うわ全然。これ集合で缶ですか？一本集合チャンバーですね。はあ。ホイールも変わってるんですか？ホイールはビートです。あ、ビートなんだ。へえ。もともとはどういうんですか？あ、スポークなんですか？へえ。Z1 ですか、あれは。おはようございます。撮っても大丈夫ですか？おはようございます。これ Z1 ですか？そうです。うん。フォロワーのチャンネル。あ、よくご存知で。見てます。ありがとうございます。Z1 900ってことですか？そうです。うん。じゃあ、こっちの方がいいかも。この辺の列は全部マッハが占めるらしい。
おはようございます。おはようございます。お世話になります。生まれ変わったんです。生まれ変わったんですか。積み変わって、あ、全て3号で350年。あー、じゃあ、あのエンブレムがちゃんと正しく、いや、ちゃんとした3号で350です。あー、あー、え、前250じゃなかったっけ。全部やり替え、フレームから全部350になってます。あ、フレームも。はい。あ、そうなんですか。外装とか全部そのまま使って。あ、そうなんですか。じゃあ外装だけ同じで、あとは全部違うってこと。そうです。あ、そうなんですか。はい。ええー。ちょっとエンジン周り見てください。ピコピコですね、確かに。あ、そんなに。じゃあもう別物ってことですね、じゃあ全く。あ、そうなんですか。キャバ400です。あ、そうなんですか。はい、キャバ400ってことは、え、エンジンは350のピストンが 1.0 ミリオーバー。おー、1ミリオーバー。1ミリオーバー。じゃあほぼ350ってこと。 364cc。 そういうことか。はい。あー、で、400の、400cc のキャブをつけてって言いますか、はい、400の。へ、は、ぇ、い、それで全然。ビッグキャブなんですよ。ああ、そういうこと。全部セッティング変えて。ああ、そういうこと。ああ。全部これ。これはバフ掛けで。ああ。で、シリンダーなんかはウェットブラストで。で、このトップだけ、はい、バフ掛けで、剣まで、はい、ヘアライン出して、全部削り出したんです。ヘアラインってどういうんですか。こういう面のことです。ああ、そういうこと。これご自分で全部やったんですか。はい。ああ。このトップだけ全部研磨したんです。ああ、今ちょっと分かりづらいですけど。へえ。でもジェットも全部変わるってことなんでしょう。そうですね。もうセッティング出た感じなんですか。やっと出ました。やっと出ました。やっと出ました。ああ。苦労しました。通数だから強制開閉か。消防ですよね。強制開閉。消防になりますよ。え、チャンバーは同じのが使えるんですか。チャンバー同じですよ。あ、同じの使えるんだ。はい、え、足とかは同じ。あ、同じなんだ。ホイールも同じ、はい、中のミッション全部バラで集めて、はいはい、それで組んだんです。あ、そうなんですか。で、クランクは全部やり替えてます。へえ。バラで集めるってのはいっぺんに買うと高いからってことですか。いや、良さそうなのを。あ、そういうこと。あ、そういうこと。あ、なるほどね。良さそうなものだけをバラで集めて。あ、そういうことか。いいとこ取りしたわけね。何機もエンジン、あ、ミッションを用意して。あ、そういうこと。はあ、じゃあ絶好調ですか今。絶好調です。ああ、いいですね。へえ。音も変わったんですか。いくらかずっとくなりましたよね。ああ、なるほどね。いや、メーター周りも同じってこと？ね、この辺は。じゃあエンジンと駆動系、まあ、はい、で吸気系か、変わったってことか。そういうこと。スプロ系も変わったってことですか？いや、スプロケは前から同じ350の仕様にして、うん、あ、してたんだ。高速仕様にしてあったんですよ。あ、そういうことですか。で、今ちゃここで普通に350仕様です。あー、どう、それじゃ変わってないんだ。で、今度連休明けにフルトラにするんですね。今は何なんですか。今ポイント転換です。もう部品は用意してあるんですか。用意してあります。ワンオフで作ってるんです。あ、そうなんですか。フルトラにすると何が良くなるんですか。転換です。転換と安定性。あ、そうなんですか。
ああそういうことか。あれ折れちゃったんだ。ああ。ちゃんと分離式になってるんですか、ね、オイルは。うん。こっちがマッハでこっちが KH。こっちの方が古いん。ん？こっちも SS です。こっちじゃなくて、ね、SS のなんだ。おお。これが噂の三段。年式的にはこれは何年ぐらいなんですか？こっちはもっと新しいんですか？2年ぐらい違う？これもともとホイールこういうスポークなんですか？おはようございます。お世話になります。どうも。何ツーサイクル乗っとるん？ツーサイクルは乗ってますけど今日は乗ってきてないです。はい、ツーサイクルですか？ツーサイクルです。あ、75にしたんで。そうなんですか、うん、50からポリーニの、うん、ポリーニ、ポリーニのフォアアップキット。へえ、ポリーニってどこの会社なんですか？イタリア。イタリアなんだ、うん、へえ。チャンバンもほらポリーニです。分からん。ポリーニですね。だから黄色ナンバーになったんだ。そうですね。へえ。友達9時半頃ですかね。来るかな。誰で？いやマッハこの間ね。買ったのいるんだよ。あ、そうなんですか。F2。F2。F2 がわかんない。H2。H2。うん、へえ。今日はマッハが乗ってこなかったんですか。マッハ乗ってないもん。まあ、ハマってないの。うん、そうなんだ。ユーフォーもう見ないよね。はい。この間まであれ乗ってたんだよ。ラビット。ラビットがわからない。ラビット出してこれにした。先週いましたよね。先週来てないっす。来てない。ラビットの集会があったの。あ、これと似たようなの似たのよ、ね、あ、赤いのと緑。あ、なるほどね、うん、へえ。これ1年に1回ぐらいあるの。うん。これから
それはついた。詳しいんでしょ、バイク。ん？詳しい？バイク詳しいよ。あ、か、教えて教えて。これは何？鈴木。知らねえの？これ GS だよ。あ、これ GS400？ ああ、これがウンバーいうやつ。ああ。ニクトだからね。ああ。で、これがあれだよ、バブ。バブ。フォックス。ああ、250。これ400じゃん。あ、これ400。フォックスが400なんだ。へえ。で、これも GS だよ。みんなハス切りですね、ここら辺は。これも GS。 これも GS？ ハス切りだ、みんなハス切りだ。これ GSX400F。 これ GS。 鈴木多いね。これも GS？ これ XJ。 これゼファー。あ、ゼファーか。へえ。これもゼファー。これもゼファーの。よくわかるね。へえ。ホンダだ。CB だ。スーパーフォアだ。はあ。KZ は7半？900ぐらいにある。あ、そうなんですか。うん、よくわかるな。あ、CBX。あ、これも CBX。はい。これなんです、鈴木。これに来た GS400。GS。ああ、たった、うん、これザリ。ザリ、うん、ザリは何 cc ですか。これ400。あ、これ400なんですか。55ですか。55。へえ。へえ。すぎだ、うわ、すぎだ、かっけえ、かっけえ。もう難しいでしょ、これは。これ消えちゃう。ああ、さすがですね。マハだ、さすが。このエンジン違いは分かる。違いはさっき言ってました。フィンが違う。フィンが長いじゃん、これ。こっちから短いです。ああ、短いですね、うん、上の。そう、ああ短い。ああ、これなんですか、これ。マッハ3は何 cc なんですか。500。マッハは350。こっちは35と、うん、こっちはあれ、ね、こっちも400かな、あれは。よく400って言ってますね。さすが。へえ、マッハ3にはチャンバーでけえな。はい。削り出しじゃん、これ機械で。あ、そうなんですか。ハブの後じゃん、これ。はいはいはい。じゃあワンオフ？ワンオフかね。純正じゃないってことなんでしょ？純正じゃないよ、だって。鋳物じゃねえもん、これ。あー、アルミ削り出し？うん。あー、これオーナーの人どこなの？わかりません。へえ。群馬であることは間違いない、ね。どれ乗ってきたバイクですか。俺は向こうの止めました。こじゃないです。はい、こじゃないです。YouTube やってる。はい、そうです。なんていうチャンネル？ホラーなチャンネル。ホラーな？はい。マッハだ。マッハね。ほら、当たった。じゃああれもマッハだ。あれ、鈴木さん、どっか行っちゃいますね。知り合いですか。いやいや、ヘッドがすげえなと思って、削り出しでしょ。ありがとうございます。アルミの。
あー、これ、そう、あ、そうだ、これは井上さんちのだ。みんな刃物持ってる。そうそうそう。これ、アルミの塊からこう。あー。井上さんちって。井上ボーリングさんです。へぇー。あ、そうなんだ。あ、聞いたことない。ただ、自分のクランクシャフトも全部。あ、そうなんですか。へぇー。出店しててくれて、今回は出店なしだから。はあ、雑誌もなし、今回は。いや、雑誌は来てます。今あ、来てるんですか。バイク。今来たんですね。あ、そうなんですか。はい、ナノマルバイク。へえ。なんか電話があって。あ、そうなんですか。行きたいよって。取材させてください。はあ、モデルさんは今日は。今日はいないっす。モデルいない。今日出店なしなんで。あ、あれ、え、雑誌のモデルじゃなかったんですか、あれは。いや、あれは井上さんちの。あ、そうなんだ。モデルさんですね。あ、そういうこと。あ、そういうこと。そういうことなんです。へえ。続く。